写真拡大。全国高校野球選手権群馬大会に代わる独自の群馬県高校野球大会は26日、上毛新聞敷島、高崎城南、桐生、前橋市民の4球場で1回戦8試合が行われ、シード校の館林、常磐が登場。共に2回戦へ駒を進めた。大泉は延長サヨナラ勝ちし、渋川青緑、大間、前橋東はコールド発進。桐生南、高崎も初戦を突破した。館林は初回に山中の敵地打などで4得点し、試合をリード。7回、沼田に1点を許したものの、逃げ切った。桐生南は2回に藤本の敵地打で先制したのを皮切りに得点を重ねた。7回には坂口、田沼の敵地打で3得点。高常大月を大差で下した。常磐は初回、阿部の満塁打などで8得点した。その後も打線は好調。投手の木村が渋川高打線を1安打に抑え、5回コールド勝ちした。高崎は初回に飯塚勝の敵地打で先制し、着実に得点。8回に1点を返されたが、中央中東を振り切った。大泉と桐生西はシーソーゲームを繰り広げ、延長戦に突入。大泉が11回、田部井の敵地打でサヨナラ勝ちした。渋川青緑は初回と2回、田中結の敵地打などで8得点。高崎北を大きく引き離し、無失点で7回コールド勝ちした。大間は2回、5回と得点を重ね、7回には田村の敵地打などで4得点。前橋、西、四葉、玉村、小瀬を無失点で抑え、7回コールド勝ちした。前橋東は初回、船戸の敵地打などで3得点。2回に1点差に詰め寄られるが、得点を重ねた。6回には船戸が再び敵地打を放つなど点差を広げ、7回コールドで富岡に圧勝した。